レーソルから加入した北爪、それからオセフン。さあここも高い位置で持って、いい形で持った、折り返し詰めていきました。なんと立て続けに2得点、白崎あっという間の2点。今シーズン得点に苦しんでいた清水が立て続けに2得点。